まだ始まんねえか。あれ伊豆旅行行くべよ早く。いいよ夏行こうよ夏。で夏やってもいいで。あれジュンさん海外行くいつ？俺ね5月の22。終わったら行くか。うん。なんか6月のさ梅雨時でもいいだろちょっと涼しいし。うん。確かにね。あっちになる前にな。じゃあ作っとば250ページぐらいのしおりな。でもよっちゃん道も間違えるし使えねえから連れてくだよ。ああそうだな。よっちゃん道間違えてな使えねえしな。終わってんじゃん。しかもあのお風呂中にな悪口スタッペスでドワってあの喧嘩打ってくるからなよっちゃんな。いいことねえよっちゃん。まちゃん10年ぶりぐらいに喧嘩すっかよ。あれさあのさガチでさ喧嘩っていうかさ空気悪くなってたこといっぱいあったよねよっちゃんとな。あるな。タクシーの中でとかさ。ああ今思うとあなんだろうな。お互い引かねったしよなんか。だからまあ頑固だったんかね。俺でもおめえらが喧嘩してるの好きだから俺がけしかけてたんだよあれ実は。おめえらですげえ笑わせたもん。わっちゃんは顔が無でさおめえは笑っててさ、うん、てんこちゃんはなんだなんだやるなら俺もやるぞみたいな感じだ。あれしねえとな予算決めてえな伊豆旅行のな日にちもそうだし低予算できたね。なんかね前と同じぐらいのさ予算でいいと思うんだよね、うん。最近さパソコン変えたのよ。うん。めっちゃいいな新パソコン。さこの最近のゲーム重いじゃんめっちゃ。いいやつ買ったの結構。いいやつ買った。ほぼハイエンド。初日にさ、うん、水こぼしちゃってさ。は？俺もうすでに調子悪いんだよな。俺も結構いいやつ買ったんだけど。何どういうこと？パソコンに水こぼしたの？水ぶっかけして。じゃあぶっかけだってなんだ意味わかんない。ぶっかけした。やべやべちょっと待って。こぼしたじゃないんだ。ぶっかけた日がよくわからん。ぶっかけした。ぶっかけたよくわからん。さあさあお立ち会い。どうやって保存するんだこれ。さて起用か。これはよっちゃん何でしたっけ？何？このシステムは防衛なので。車か。なんでこれ？懐かしいチームだな。今度こそうまくやる。割と前に行った方がいいか。はあ？まあ、ごめん最悪ごめん。本当にごめん。あったけ。これ落ちるわ。これごめん落ちる。普通に死んだ。ごめん普通に死んだわ。普通に落ちた。あ落ちた？落ちた。普通に落ちた。ちょっと悪い、まあ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 。すぐ行く。あと10秒でしょ。うん。じゃあ他のヒーラーとかは触ったりしたの？レンゲさんがどうやって話せばいいって聞いてた。知らねえよ知らねえよ。いやあいつが知ってるディスコってなんだっけ。いや違うあそこに入ればいいんだよあの OW に。あーそっか行こうそっち。ディスコの OW OW うんうん。ナイスーナイスーお疲れーお疲れー。うわおめえパチンコすると負けたらしいな。負けちゃった超嬉しいマジでおめえが負けて。え6万負けた。なんであなんで、あ、そう、スロットでな。あ、ごめん。4人でランクが無理になったらしい。じゃあ普通にアンランクでいいだろう。天狗じゃけ6万負けた。6万4000ぐらい負けたんじゃない多分。何言ってる、うん、北斗さん。エヴァゴジと北斗。エヴァゴジか。うん。あ、でも、エヴァゴジで完走したんよ。あ、じゃあ結構いいじゃん。3000枚持ったまま。うん。全部飲まれて、その後ずーっと、朝から打ったから8時ぐらいまでずっと打ち続けて、うん、で6万円ぐらい負けちゃったよね。12万負けたってこと。結構負けた。12万飲まれたってことだ。3000枚プラス。ああ。そう。あれだね、じゃあ俺が返してね、11万押したらおめえ17万負けてんだ。そうなんだよな。うん。そうだよ、1日でそんな20何万負けちゃって。厳しいよ。でもお前返してくれよ、12万。あ、12万っていうか11万。嫌だっつってんだろ普通に。もったいねえだろ。返してやれよ。もうマジで嫌だ。負けてんだから。本当だよ。返してやる。泥棒。金がねえんだよ俺今。何がねえの。まあ、月の小遣いが安い。月の小遣いが400万ぐらいしかねえから払えない。うざ。うざ。マジで。うざ。そう払えねえ小遣いが。うざ。そうなんだ。
ね。ナイスナイス。落とすわ俺。こうか。あ、ごめん俺落ちた。最悪最悪。俺なんか疑惑の判定すぎる。これ落ちてないのこれ。まーちゃんタンクやったら俺だよ。あ、タンクやった今。あ、タンクやったんだ。うわ、間違えた間違えた間違えた。うわ、やば。落とせ。あ、落ちた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 。いい倒した。大丈夫だ。タンク落ちたタンク落ちたタンク落ちた。クソザマビロマジで。ナイスナイス。そうやってね。大丈夫だよ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 。どうだ。いや、マジか。ウルトゴミじゃん。なんかでもなんか勝ったな。なんか勝ったよ。大丈夫。マジ諦めんか。ああ、もうちょいだったいな。さあ、何する僕。でもあれよ、正直押してる。あもうドアー。取るぞ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 。確保するぞ。ミリだね、ジュン。あ、いやいや、確保、確保したい確保したい。俺も行く。ナイス。はい、確保。やるぜ。おいおいおい。ナイス。おいすー。おいすー。お疲れです。入れてやろうぜやろうぜ。え、これ今あ、おいおい、ランクいけるランクいける。マジいける。うわー、あった。じゃあしゃー。りゅうちゃん、超会議だったね。あー、行ってきたよ。いや、俺も行きたかったよ。ひろゆきと喋ってきたよね。またひろゆきと絡みがあって嬉しいよ。俺は年一ひろゆきさんと喋るって決めてんだ、あそこで。ひろゆきさんとのバランだ、あそこは。そう、これか。あとサダ。じゅじ、次はあれ、ホリモンも呼んでよ。マッチングさせべよ。なんだマッチングって。ひろゆきとマッチングさせれば。あー、そうかそうか。自分のチャンネルでやりてんだよ、それ経営の中なのか。そんな面白そうなコンテンツニコニコでやりたくてんだよな。俺のチャンネルでやりてんだよな。スペシャル加藤純一の好きな人と喋りたいって企画やってんだけど。あ、やってるね。ホリエモン&ひろゆきっていう。最高じゃん。超見て超見て。それは全人類が見ただろうな、もう今それ。俺もさ、俺も今日はエボイスさんだよ。エボジャパン。ああ、そうだったね。そうそうそう、結構よかったよ。最終日、明日最終日。あれだって500位とかだったよ。512位。へえ、すごくない？結構いったね。5000人中ね。5000人中？そう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 。なかなかよくよくやった。その5000人もみんな、すげえな。そうそうそう。猛者だよね、みんな。で、まあもちろん運はめちゃくちゃあるけどな。ああ。海外からの人も来てた？来てた来てた。なんかあの暗黒、なんか魔界トーナメント、トーナメントみたいなやつよ。なんか。おお、やべ。なんだあいつ、知らねえけど強えみたいなさ。新しいやついたんだ。いたいた。怪盗鍋。そう、アンダーの外人ってやつで。アンダーいつだっつって。あ、世界から来てんの？世界から来てる。普通のやつでしょ。そう。そう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 。世界大会？世界大会っていうか、まあなんかまあなんていうんだろう、なんかこう格闘ゲームの文化祭みたいな感じの。うん。面白かったよ。なんかスバルがでかくなったみたいな感じ。すげえでかいスバル。そう、もう。人がいっぱい集まって、予定じゃなかったら俺も行きたかったんだけどね。でもさ、あれ行くべ？ラスベガス。あ、ベガスの方は行く。なんか俺さ、あのスト6部門作るんだよ俺、村毛に。あらしいね。そう、その子連れて行こうかなと思って。え、なに？あ、もう確定？もう一人決めてる。ラスベガスまでに間に合わせる。うん。おい、じゃあシニア部門作ってくれ、シニア部門。シニア部門。シニア部門。シニア部門行くよ俺。え、誰？ちなみにまだ言えない？まだ言えないし、多分みんな知らない。ああ、うん、なるほど。すっげえ若い子。へえ、いいね。めっちゃ根性あってさ、一緒にやりたくて。結構さ、うん、世界大会とかになると賞金やばいからな。次のサウジアラビアとかもクソ高いぞ多分。ああオリンピックみたいなやつね。そう、めっちゃだ。いくつだっけな、なんか数十億だった気がする、確か。賞金総額が60何億だったねえ。ドバイのやつだっけ、それ。ドバイだっけ、サウジアラビアだった気がする。わかんない、忘れた。うん、違うか。え、ちな、何使うとかも言えないの？何使うの、その人。まあ近々発表するよ。
しかもあのエボジャパン出てたよ。え、マジで。うん、知りてぇ。うめぇもあれしてくれよ早く。マスター行ってくれよ早く。早くいい加減。あれなんだ、途中でさすぐさやめちまってさ、またリセットされるんだ俺、うん、だってあれだよ、もうリセットされるから5月1日しか多分あれだよ、ランクリセットだよ。あ、そうなんだ。俺も行ってくれよ。行けるよ、絶対行けるよ。たださ、多分俺は分かるよ、すげえ疲れんだよな、ストロークって配信出ると。すげえ疲れる。そう、配信以外にゲームしなくなっちゃったからさ。ああ、そうだよね、ほんと疲れんだよなあれ。あ、オニアどうだったの。オニアは2勝した。すごいじゃん。うん、だ1500ぐらいじゃないか、あいつ。うまくなったのか。誰が、俺ちょっと、俺ね、あんまりストリーム、あの、配信者とか絡んでなかったから、ちょっとわかんないんだけど、孫さん結構いいとこまで行ったんだよな。まあ、孫さんはだって。今日、孫さんと一緒にいてさ、ずっと。うん。熱かった、めちゃくちゃ。でもね、孫さん的にはすごい強かった、ほんと。あ、トッププロみたいなやつだったら、なんかそう、なんかね、あれだった、それぞれ延期みたいなやつが来てさ、延期っていうね。そうそう、なんだこの、マジでアメリカの人みたいな感じで。うん、すげーっつって勝ったけど。あれ、2先2先、じゃあワンチャン負けるね。うん、配信者だとど、わかんねえな、配信者はどういうわかんねえけど、黒人さんも今日いたもんな、確かな。黒人さんはどうだったの。黒人さんはね、わかんねえ、どうだったんだろう。言って3桁前半ぐらいいってんじゃない、126位とかいってんじゃない、黒人さん。いや俺ね、俺黒人さんより上だったんだよ、順位。あ、そうなんだ。そう、黒人さんいつもエボ250位ぐらいだけど、で1年間は、そうだね、1年間はいるわ、黒人さんより俺上っすよっつって1年間だ。吉田もよしやってないんだよ、今回。あ、そうなんだ。うん、マッチねえな。ね、8分経っちゃったね。なんじゃろうね。胎児は胎児出てない。出るかじゃない。うん、なんかね、スプラの大会がありそうみたいな感じもあったから、うん、参加できなかった。なんか子供心になんかね、コスプレがおもれったわ。なんかコスプレイヤーがマジで、なんかさ、やっぱさ、年々進化してリアルのブランカいたもん、ほんと。マジで、そう、マジでリアルブランカいて、なんだこれっつって。なんかさ、スキンもなんか進化してんじゃん、やっぱ服とかも。うん、おうおうおう。ああ、なるほど。そう、なんかすんげえエロいチュンリーとかさ。リアルブランカか。リアルブランカよかったな。だ、メイクももうすごいの。そう、メイクが特殊でさ、肌の色とかも、そう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 。あとほら、カラコンとかもちゃんとしてるから、なんか化粧とかもね。俺もでも見たよ、コスプレ超会議でおじさんが女の子の格好してるやつ。客が俺しかいねえから俺。まあなんかあれだな、変わってなくていいね、やっぱニコニコって感じでな。普通に60歳ぐらいのおじちゃんがさ、なんかすげえ女の子のコスプレしてたよ。やべえだろ。いいな。いいだろ。いいな。しかもまだ抜いたわ、それで俺。トイレで抜いたっぺよ、お前。超良かった、マジで。そう。しかもクソ抜けた、マジで。まだ言うんかよ。もういいよ、もう。そういう人は普通にさ、あの、あれの…あれ、いぼすぎるわ。あいつ、あの、オリアがさ、アニメ。リゼロ？何のアニメ？あ、リゼロのエミリアとかやってるさ、60歳ぐらいのじいさんが。そうだった、マジで。抜けたんだ、それ。ドクドク出てそう。それは抜けるよ、さすがに。え、それ、なんかの動画とかで出てんの？うん、いない。あ、いないか。あー、見てーなー。なんかそう許される空間しよう、やっぱニコニコ会議ってなんか。なるほどね。うん。でも、申し訳ないけど、俺が見たおじさんだから一番キモかったんだ。俺が38年史上一番勝ったとりあえずしょうがない、俺の気持ちだからしょうがない。まあ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 ね、まあまあまあ相手に伝わらなきゃ別にいいんじゃないかなって感じ。でもおかげでエイルが上がってきたよ、マジで。もうそうだな、あったまったな。多分この初心者がいねえんだろうな、多分な。なるほど。もしかして本当に俺ライガーやってるやついないのか。いないっしょ、多分。だから言ってたら、まーちゃんしかやってないって今。まーちゃんって。え、じゃあマーちゃん何、普通になんか配信はしてないけどさ、もうやってんだ。
だからその え、まーちゃんさ、一人でやってる時はあれなの、ランクすぐマッチする？いや、俺ランクやってないな。あ、アンレっていうかあれか、なんかあれやってんの、アンランク、アンランクは早い。いやー、いや、やりたくても確かにね、マッチしないんだよね。しないことはないけど、遅い。まあそう、だからあれ、アンランク。あー、アンランクは早いの。早い、悲しいじゃないな、前はいっぱい待ちしたのに。そうだね、なるほど。おい、230に殺しちゃったぞ。もうだってもう15分だよ。やべえば15分経ってるわ。ほんとに15分だね。全然待ってねえな。ゴールデンウィークだぞ、やってさすがに行ってもいいだろう、この神ゲーなのに。あれする？生きてから撮ったやつ。生きて5人でできんの？え？生きて5人でできんの？生き5人でできるよ。